こんにちは。神奈川県横須賀市で浮気調査ができる探偵事務所を探していますがこの動画では神奈川県横須賀市の浮気調査ができる探偵事務所の選び方についてお話をしています浮気調査ができる探偵事務所の選び方ポイントはこの3つです1つ目が料金が明瞭であること2つ目が対応が親切であること3つ目が自宅に近いエリアにあるということです1つずつ説明をしていきます 一つ目の料金が明瞭ということですが、今、探偵事務所では主に三つのパターンで料金設定をしていることが多いです。一つが時間料金型。これは調査の期間が数時間とか数日間で終わる。つまり、調査対象者である配偶者の行動パターンが分かっているという方におすすめです。二つ目がパック型。これは調査期間が長期間に及ぶ。 つまり、配偶者の行動パターンがいまいちよくわからないという方におすすめです。三つ目が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。二つ目の対応が親切ということですが、この場合の親切というのは、こちらの話をよく聞いて、いろんな情報を仕入れようとしてくれる、そういった事務所が親切ということになります。自宅に近いエリアにあるということですが、 自宅から遠い探偵事務所に依頼をするといろんな費用がかさんでくることがあります。よくあるトラブルをご紹介します。料金が明瞭に設定していない探偵事務所では追加料金が次々とかかるケースがあります。例えば、浮気証拠写真代いくらというふうにかかってきます。成功報酬型についてですが、この成功報酬型というのは、もし 浮気証拠の写真が撮れなければ代金をいただきませんというようなことを謳っているものですけれども、まあ、これ一見いいように思えるんですが、探偵事務所もボランティアでやっているわけではありませんので、何らかの対価を要求してきます。多くは基本料金を設定していますが、中には浮気をしていないのが証拠。 つまり、あなたのご主人は浮気をしていないという証拠が取れました。これは成功と言えるので成功報酬をくださいと言ってくることがあります。しかし、よく調べたら後で、配偶者は実は浮気をしていたというケースもあるので注意が必要です。話を受け流す探偵事務所。これはいい加減な調査をすることが多いです。 情報を詳しく仕入れていませんので、いい加減な調査をした挙句、こちらが思うような調査結果を得られないというようなことがあります。自宅から遠い探偵事務所、これは交通費や宿泊費などがかかってきます。結果として調査料金が高額になってしまうということがあります。また土地勘がありませんので、詳しく調査をしにくいというデメリットもあります。 もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。